スイッチでプレイヤー自らが孫悟空となり、ドラゴンボール Z の物語を追体験できるアクション RPG、 ドラゴンボール Z カカロットプラス新たなる覚醒セット。本作では名場面はもちろん、これまでのドラゴンボールゲームでは描ききれなかった細かいシーンや初めて語られるエピソードを含めた壮大なストーリーを楽しめるだけでなく、超人的なバトル、武空術による空中散策、大量の料理が並ぶ食事、多くのキャラクターたちとのつながり、さらに任天堂スイッチ版ならではの追加要素や遊びやすさを追求した機能を実装することで、あらゆる面から悟空を体験できる超悟空体験を実現。圧倒的ボリュームと美しいビジュアルで描かれる新しいドラゴンボール Z をお楽しみください。悟空のすべての行動が成長へとつながる戦闘力システムを採用。戦い、出会い、食事などあらゆる行動を通してどこまでも戦闘力を高めていくことが可能となっています。敵を打ち倒し経験値を獲得することでレベルアップ。強敵を倒せばその分高い経験値を獲得でき、効率よく成長することが可能です。動物や恐竜の狩猟、釣り、木の実の採集などあらゆる場所で調達した食材で料理をすることで食事ができます。食事を取ると体力や力などのステータスが上昇、さらに一時的なバフ効果を得ることもできます。食べた分だけ強くなるので、料理は積極的に行っていきましょう。特に悟空の妻、父の作るコース料理は絶品で、大きな効果が期待できます。修行はいわばイメージトレーニングであり、 Z 戦士や過去の強敵、時には自分自身を相手に戦うこともあります。勝利することで新たな必殺技を習得することが可能です。フィールド上で回収したり敵を倒すことで得られる Z オーブ、この Z オーブを必殺技ツリーに流し込むことで、修行で覚えた必殺技を強化したり、心得と呼ばれる常に効果を発し続けるパッシブスキルを習得することができます。冒険を優位に進めるために必要不可欠なのが仲間たちとのつながりです。メインストーリーやサブストーリーをこなすことでソウルエンブレムを獲得することができ、エンブレムをコミュニティボードに配置することで様々な効果が得られます。特定のキャラクターの組み合わせでボーナスが発生することもあるので、キャラクター同士の相性などを考え的確に配置していくことが重要になります。お、俺なんてまだまだ。プライドがないのか、超えてやるくらい言ってみせろ。もう言ったら言ったで怒るくせに。任天堂スイッチ版では修行を通じて新たな力を習得し、ビルスやゴールデンフリーザとのバトルを楽しむことができる追加エピソード新たなる覚醒前編後編も収録。またバトルの難易度をイージー、ノーマル、ハード、プレイヤーの腕前に合わせて選択することが可能に。さらにはイベント限定で登場したあのキャラクターたちがプレイアブルになるサブクエストも。すべてのドラゴンボールファンに贈る物語、圧倒的ボリュームと美しいビジュアルで描かれる超悟空体験、ドラゴンボール Z カカロットプラス新たなる覚醒セットにぜひご期待ください。